扉はネクスコ東日本です。午前9時35分現在の道路交通情報をお知らせします。はじめに7号小松原線上り方向の情報です。6号向島線江戸橋ジャンクションを先頭に品質町まで3キロほど交通集中のため渋滞しています。続いて大東を大泉方面へ向かわれる方にお知らせします。23キロポスト付近の草加インターを先頭に1キロほど追い越し車線は交通集中のため渋滞しています。続いて11号台場線上り方向の情報です。有明ジャンクションから芝浦ジャンクションまでの区間で通行止めになっています。三流ラジオ芝東海道路上りよりお伝えしました。あなたに実装後に、ネクスコ東日本。